こんにちは。プロインタビューの早川洋平です。石原明の系のヒントプラス、今日は第193回をお届けします。石原さんよ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね。実は通常の収録なんですが、はい、オブザーバーというかですね。スタッフの他に3名ほどですね。うん、来客中なんですけども、ちょっとモチベーションが何モチベーションというか、なんでいるのっ？ってことなんですけど、はい、実はあの系のヒントプレミアムの方で。 プレミアムのリスナーの方で実はシークレットライブを以前やったんですけどもそこで確か経営のヒントをどれだけ愛してるかっていうクイズをですね2択みたいのでやったんですけどあなんかそ難しい内容出したんで、ねはい、それでもうあの何千人をくぐり抜けて最後に残ったっ何千人っていうのい <laughs> くぐり抜けたっていうのはあれですけど残った3人の方がですね、まあ、ギフトとして今日この収録を見ているということで、はいはい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます <laughs> ということで番組に早速入っていきたいと思うんですけどもその前に、ねはい、久しぶりにここで収録ですね そうねそうですねここって言っても皆さん分かんないと思うんですよ最近僕らもね海外多いから、はい、この間アメリカで、ね、収録をさせて,いただいて日に焼けたもんね2人ともねですかねんかナパから帰ってきたら「はい、先生どうしたんですか日に焼けたんですか?」ってみんな言われて <laughs> 自分たちは気づかないですよねそうねナパバレー良かったね最高でしたねちょっと僕はまだ行っちゃいけなかったですねそ,あーそう、うん、オーパスワンとか そうかったね写真を、ね、公開していいのかってありましたけども、うん、徐々にフェイスブックとかで、またね、近々海外で僕はやりたいなと思ってますんで、い今日はその中休みということで、<laughs> はい、いやテンションはフルパワーでいきますけど、<laughs> はい、中休みで、場所は東京ですが、はい、入っていきたいと思います。はい さあ、ということで今日193回です。40代、正版業の技術職の方からいただいています。嬉しいですね。これ、美コーランきっかけ。iTunes でピンときました。いいセンスしてます、ね。うしい,、はい。ということでいきます。会社での人間関係についての悩みについてアドバイスをお聞かせください。同年代のある男性が私に対して否定的な態度をとります。仕事上での話をするときにも、しかめ面で、口調も威圧的です。ちなみに年齢は2、3歳下ですが、先輩です。 私のアラを探して正論を振りかざして追い込んできます。ひどい時には相手こちらを向かずに私に対しての文句を他の社員に愚痴っています。私に対しての文句かどうかわからないような言い方もします。少しずる賢いと思える行動が多いです。ちなみにその人には一般的にはヤンキー的な風貌で非常に短期。社内でも他の社員との間でトラブルを起こした過去もある個人的には関係を持ちたくないタイプの人です。以前にも他の社員に同意の態度をとっていました。次のターゲットは私なのでしょう。 石原先生ならどうされますか早川さんはどう考えられますか?。人生相談のようになってしまい恐縮ですが、よろしくお願いいたします。これ結構ヘビーの話よ、ね、ヘビーですね。でも、あのヘビーとは言いながら。<はい S 2> 意外に多いんじゃないのっていう、こういう。まあ、大正義な経験したことないですね。だから、まあ、ちょっと僕なりに答えてみようかなとか思ったりするんですけど。こういうのなかったもともと早川君の。人間関係とか。過去の体験で、ボロクスにいわゆるスケープゴートにされたような。 あそれって何その記者やってる時とかまあもうそうですねその今までの経験の中ではありますけど,、うん、その時どうしたんでも結局まあそれ僕が聞かれたらの答えになっちゃうんですけど <laughs>、うん、まさにあるようにその一理やっぱりあるんですよそのスケープコートが突っ込まれるにしても。<laughs> だから最近早川君んか大人になったね発言がそれは褒めてるんですかてない,いや本当褒めてるんですない,い,やいや全然そんなことなくていつまでも少年のようでいたいんですけどそうだからまさにまあもし聞かれたんですけどやっぱりなんかここに書いてあるんですけど正論を振りかざして追い込んできますってありますけどだから正論ってことはある意味一理あるんじゃないかというこの方も多分どっかで思ってるんだったらなぜそうなのかっていうのなんか逃げずに懐に一回入ったらどうかなって僕は思うんですけど,なるほどなへえ。 組織運営上ででこういういいい人がいるじゃないですか例えば昔こういう質問も一回された時に結構みんなびっくりした僕の回答があったりとかしたんだけど、うん、例えばこの人からこのまあ同僚っていうかね、はい、なんとなくこう先輩風吹かす人がいてでその人がこう圧倒的にみんなにしたりしてなんか意地悪とかするでしょって。うん でこの状態っていうのは下から見た時にすごくうっとしくてなんでこんな人がいるんでしょうっていう話だね。でなんでこんな人がいるんだろうってうことは正しい,う正しい、うん、うん、ところがなんでこんな人がいるんだろうという理由は、うん、実はいじめるとか性格悪いとかなんとかかんとかって言うんだけど、うんはい、実は上から見るとそのマイナス面を保管して。 ああまりあるプラスみたいなもののをその人がが持ってる可能性があだ、これ昔似たような質問で、なんかオートバイ屋さんに勤めてて、はい、すごいその社員をいじめるとか、えー、もうなんかこう、投げやりに仕事をして振り回すんだけど、うん、その店長をどうし,かしたらいいんだけど、はい、僕はそのどうしたらいいんでしょうかみたいなことになったときに、うんうん、ねえねえねえ、そのお店って全体的にすごく成功してんのって言ったら、何店舗がね、やってると言って。っててことは何店舗かやって成功してる経営者が その店長があんまりヤホーだったら辞めさせてるよって話をしたヤンヤン辞めさせないってことは多分その経営者側から見たら長所が必ずあるはずなんでねで例えばまあマイナス面は今分かったから例えばその店長の長所って何とか言ったらさ面白かったよいや交渉にはめちゃ強いとかねなんかイベントになったらすごい仕切る能力があって全体まとめちゃうとか言うんだよねそれがおかしいんだけど八十人ぐらいの講習会かな その人の質問に全員がその店長はよくねえっていう雰囲気になるんだねなんでそんなやついるんだろうって言うならワクワクしながら僕の質問回答待っててじゃあ試しに聞くけどその店長のいいとこ何とか言ったらすごい交渉力があってさイベントをまとめちゃうとか話したらあらとかって会全体がびっくりしちゃったんだけど実はそういうケースが結構あったりとかするんですね。だかかららもしした 経営者側から見たらこの人優秀なとこがあってそこと天秤にかけたらまあ残ってるっていう可能性もなくはないですよじゃあ経営者はこれ織り込み済みの可能性もあると。もある。でそれから面白いんだけど会社の中にはね組織上必要枠みたいな人間が必要だったりするんですよ。 下から上がってくる若い力士をやたらいじめるやつがいるん、うん、わかるいるよねうん、うん、でそういうのがね実は組織の中でね結構重要なこう役割を占めてたりする可能性があるんですそれはもうちょっと言うとなぜなか、うん、だから経営者側から見た時の利点っていうのが、うん、明らかなその人の長所と、うん、その人のマイナスが組織運営上は非常に有効になるっていう場合があったりするんですよ、うん、これ実際僕がコンサルした会社で、ええ 聞いてる人はああいつって分かると思うんだけどほんと意地悪なやつがいるのよ課長で,それでまあそこは何て言うんですかね販売系の会社ですけど、ええ、若いセールスマンが上がってくると結構いろんな形で邪魔したり訳のわかんないこと言ったりとかするんだよ。 で僕もその経営相談さした最初の時に、うん、あいつどうすんのって社長にそのこと言ったことあるんですよ、うん、まあちょっと目に余るところもあるからねだ、うん、から社長はいやそうなんだよねって言いながら一向にそのポスト移さないよでこれどういうことかっていうとその人は悪いことしてるんだけど、うん、会社から見たら必要悪ないよ、うん まあトータルとしてみると会社ににプラスになってることですよ、ねうん、何が強くか,かって言ったらそいつを乗り越えてたやつは成長するから分かるほど <laughs> そのいじめに負けたやつはやっぱり成長しないんだよ。そう,こういえた人はすごいものになるって会社に履歴をもたらすとね大体そう,そ,うそ,うそういう人って自分よりも強かったら全く反論しないで言うこと聞くし自分より弱い人に対してはわーっていくんだよね。 だから、うんまあ、例えば主任とかリーダーになるための試金石で、うん、そういうと対峙して、うん、そいつをやっつけなきゃいけない組織上で。で一人すっごい優秀なやつがいてその子は彼を一気に抜き去ったんだけど、はい、抜き去った瞬間に呼び捨ててたからね「<laughs> <laughs> いやあの人いいっすよ使いやすいし」って「何でも言ってくれやったことやってくれますよ」って「うん、全然いいんじゃないですか」って彼は言っていて。うん、でその 逆にずっといじめにあってる人たちは「あの人大嫌い」って「何も言うこと聞いてくれないあれしろこれ食う」って言うんですけどねっていうのをまあこういうのは何で任すかって言ったらんだろうね仕事の真剣さとかで任すとかね能力で任すとか何だろうね胆力とかさ人間って野生っぽいとこあるから「何言ってんだお前」って言った瞬間に。 相手が吹っ飛んだりとかする、うん、まあだいたいそういうほら下をいじめる人ってさ、はい、壊す的だったり威圧的だったりとかするから、はい、その気で負けたら。 おとなししくっっちゃったりするしね、はいうん、もしくはそのなんこの人なんかの場合はその先輩がやってる実務を自分の方が完璧に早くやるために努力しちゃえばいいと思うんでね明らかに誰が見てもその作業自体は自分の方が勝っちゃうってなったらうん、うん、周りも含めて強い形になるんでしょうん、うん、だからなんかこう成長していく時のテスト問題みたいな感じの人間って結構重要でそういう感じで。 賢い経営者だったら見てたりするからねっていうのをちょっと参考になったらいいかなと答えたのね。ちょっと今お聞きしてて基本的にその何らかの形でちゃんと会社にトータルで見てプラスになってるって判断できた場合は今みたいなまあ現実的な対応あると思うんですけどどう見ても本当にどうしようもない人だとしても今の手法でやっていくしかないかあそれは今最後の方で言ったその人がいられなくすればいいんだよね業務的に全部超えちゃえばい,い やっぱりそこですかねそうで明らかに自分とそ,その人比べた時に周りがその人に仕事を出さないで自分に仕事を出すようになればだってコミュニケーションだって何でもできててうん、うん、その仕事が完璧にこなしてしまえばうん、うん、そいるいい場所がないよね会社から見るとまだその人がいる場所があるわけじゃん。ってことはプラスマイナスを引いてもその人がやることでプラスがあるわけだからそこを消せばいいんだよね。 そそそそういううううい意味でではややっぱ圧倒的にやることですよねそうそうそうだからあまだ騒いでるってことはまだ超えてないのかぐらいなリトマス試験紙ぐらいの感じで考えるとつまりすごい私のあらを探して正論を振りかざして追い込んできますけどそれの隙も与えないぐらいそう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 さっき言った正論があるから、はい、だからなくせやいいんだろっていうふうに考える、ね、シンプルっちゃシンプルなわけですよねわ、うん、かりやすいなこのおっさんはと思いながら <laughs> もうちょっとかみたいないい逆に自分を鍛えてくれるね人ってことですよね<う>コーチですよね厳しくねそうですそうです 面白いね。うん、ということで今日もこれは10分お話しできましたが回答一発回答ですね、はいはい、ということで石原家の経験ヒントプラス協育第193回をお届けしました石原さんありがとうございました、はい、ありがとうございました